皆さんこんにちは、伊藤かりんです。さあ今日はですねコラボをさせていただこうと思います。今回のコラボ相手はこの方たちです。どうも六六組です。六六組です。よろしくお願いします。急に振っちゃってすみません。急に振られました。すみません、お願いします。よろしくお願いします。はい、最初にそれ出してる何者か分かんなくなっちゃった。その六六組とオタク一人だけです。さあ私、はい、何度かインスタとかでよく見ているっていう風に書かせていただいてるんですけれども、はい、考察系 YouTuber という形でいいですかね。そうですね、はい、僕たちはドラマの考察を中心にやっていて、とにかくエンタメを全力で楽しもうという集団でございます。最高ですね、はい、ありがとうございます。最高ですよ。人気ドラマあなたの番ですの出演者やプロデューサーさんがゲストに来るなど、チャンネル視聴者はもちろん出演者にも話題のチャンネルです。真犯人フラグ見てる方はぜひこの YouTube 見ていただければと思います。お願いします。ということで、はい、今回はその今言っていた真犯人フラグの、もう私は真犯人が誰なのかがやっぱ知りたいんですよ。なるほど。そりゃそうじゃないですか。そうですよね、はい、はい。なのでもう残り3話となっていますので、うんうん、そろそろ真犯人をやっぱり考察系 YouTuber の方には当てていただきたいなと思いますけど、はい、すごいな。ハードルが上がったかな。はい、ぜひ教えていただければと思います。わかりました、はい。まあね、僭越ながら僕たちなりの考えを、はい、かりんちゃんにぶつけていく。嬉しい。お願いします。はい、というわけでですね、僕たちのやっぱり第一候補、保険をかけて言わせてもらいますが、はい、第一候補はやっぱり日野。日野がね、日野ですね。やっぱり怪しいですか。やっぱりね、ただね、やっぱここ最近ちょっとずつ自信はなくなってるんですよ、正直。まあそれっていうのもやっぱ現在17話まで見てみて、結局真犯人って何をした人物なんだというのが、このドラマって本当に見えてこないので、やっぱり消去法的な部分はあるはあるんですよ。確かに。うん、ただその中で可能性が一番高いのはって言われたら、やっぱり日野にはなるのかなと今も思ってます。ちょっと何個か怪しい点っていうのを挙げていきたいんですけども、はい、まずは今言ったとこで言うと、やっぱり真犯人が何をしてるのかが分かんないっていうことを考察してみると、うん、やっぱり真帆を誘拐した、真帆を監禁してる可能性がやっぱり一番高いのかなと思ってて、うん、まあ他2人に関してはもうだいぶ出てきてるじゃないですか、はい、うん、ここも出てきてるし、はい、こっちも出てきてる、はい、っていう状況なので、そう考えると真犯人は魔法関係の人物っていうのが一番オーソドックスの考えではあるのかなと思うよね。うん、そうだね。なのでそうなってくると、魔法を誘拐できる人物っていうと、うん、やっぱ河村日野とかになってくるわけで、はい、で一番自由が利くのは誰だってなると、日野が一番当てはまるのかなと思うんですよね。なるほど、うんうんうん、やっぱり一人でお店をやってるわけで、はい、で結構映ってない一人の時間とか、うん、そういうのも多い気がするので怪しめれるんですけど、はい、怪しむポイントもちょっとなくなってきてるというか、うん、だから自信はないんですよね。はい。ダメ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 、ガツンと行こう。そうかそうか、日野なんだから。日野なんだよ。日野なんですね。でもやっぱり日野ってハロウィンのこと守ってたり、そこなんですよね、はい、そこも僕たちも、まあ、一応考察はしたんですけども、はい、日野にとって教団がバレることは、はい、そこまで重要なことではないんじゃないか。うん、やっぱ裏で操ってるとしても、ここは別に切ることも可能だったから、ここは切ったんじゃないかって考察はしてるんですけども、はい、やっぱりそれも日野だと思ってるからこその考察ではあるんですよね。うんうんうん、だから日野が怪しくないポイントも増えてきてるっていう状況ではありますよね。あとはやっぱり11年前の同窓会の、はいはいはい、真帆と林の不倫疑惑の件、はい、あの件にやっぱり真犯人が絡んでる可能性は高いのかな。なるほど。ただそこの絡み方っていう考察が難しくて、はい、やっぱりあの写真を撮った人物かもしれないし、もしくは林を真帆と不倫させるために派遣したのが真犯人日野なのかもしれないし、うん、なるほど。とにかくこの11年前の時点で相良家をターゲットに置いてる人物になるのかなと思ってて、そうなるとやっぱりそこもこの同級生の2人なら11年前から相良家に近づくことは可能なのかなと思うので、うん、やっぱりこの2人が上がってきて、でやっぱり川村に関しては凌介を守る行動が多いので、はい、うん、そこも日野の方がやっぱり怪しいのかなっていう、うん、なんか11年前が割とキーにはなってきそうな気がするんですよね。
確かにあんまり触れられていない、うん、でも大きな謎ですよね。そうです、うん、あとは真犯人は元木を助けた可能性が高いのかなっていう考察も何度かしてるんですけども、はい、元木はまあ結果的に立花を襲って、はい、あの注射を打ったじゃないですか、はい、あの場面結局2人は逃走したというか、はい、姿が消えたじゃないですか、はい、そうなると元木がここ立花を背負って逃げたってなると、うん、やっぱり女子としては厳しいんじゃないかなと思ってるんですよ。いや生駒ちゃん知ってますけど、はい、絶対稼げない。じゃあ絶対だそれは間違いない。絶対稼げない。そうですよね、はい、ってなるとこの時に真犯人が元木を助けて2人を逃がしたんじゃないか、うん、っていう考察をすると普段動かない日野がこの時ばかりは凌介と一緒に動いてるんですよね、はい、で凌介が光を助けてる時に日野は一人で単独行動してたので、うん、はい、その時に二人に会って、うん、お前ら逃げろと、まあ、自分が捕まるリスクも増えるからここは元木を逃がそうっていう判断をしたんじゃないかなっていう考察もあるかなと思ってるんですよね、うん、そうですよね、うん、やっぱりあそこのシーンちょっと怪しさ残りましたよね。残りますよ。でもなんか結局当たり前ですけど、はい、その犯人のその犯人と思える描写って今のところ出てない。そうなんですよね。そうね、そうなんですよ。まあ、でも穴番の時もそうでした。穴番は奈々ちゃんを殺したの誰だ、それが犯人ってことはほぼ間違いなかった気がしたので、そこからなんか逆算して考えたりはできたんですけど、なるほど、今真犯人って何してるんだろうっていう。確かにいろんな事件が起きすぎていて、 それぞれに犯人がいて、うん、どれが真犯人の指示なのか。そうなんですよね、うん、僕たちは前半は割と全部を指示してると思ってたんですよ、はい、ってなるとやっぱり今できるのって日野しかいないんじゃないかなとなったんですけど、はい、光関係と篤斗関係に関してはなんかもはや絡んでないのかなって思う感じもするじゃないですか、うん、表情見えないので、はい、また難しいなって感じがあるんですよ、うん、なんかまあ魔法関連のことをしたのが真犯人っていう風になってきちゃうね。なるとやっぱりここに関係するのは日野なんだっていうところに戻ってくるんですけど、他にもでも一応日野じゃないとしたらいるんですか。日野じゃないとしたらやっぱり立花が次に怪しいな、うん、それっていうのも元木に関してはここの光以外のこともやってるじゃないですか、はい、例えば林に近づいて林の写真を撮ったりっていうのがありますし、うんうん、で篤斗のことに関してもバタコが篤斗の服を買った時に元木がバタコになんか脅迫してるんですよね、はい、うん、その辺を考えると元木が全部に関わってるから、うん、その元木を操ってるのは立花って考えるのが一番普通なのかなと思って、そうなるとここが真犯人になる可能性も全然あるのかなって感じしますよね、うん、現状と一斉の方が語りやすいな。いや語りやすいんですよ。正直続いちゃったみたいな顔されてましたそうなんですよね。そうそうそう、一斉の方があとなんだろう、真犯人として立った時に、うん、なんかいろんな共犯者を集めやすそうじゃないですか、はい、その情報をいろいろ、なんか仕入れられるみたいな能力があるから、それで計画したけど、うん、それぞれが暴走してしまって統率取れなくなってるっていう、うん、状況、今の方が考えやすいくはあるんですよね、正直。そうですよね、はい、ただやっぱ動機がよくわかんないそうっていうところ で、ね、立花がちょっと日野よりは低いかなと今は思ってる、うん、日野の動機としては、日野の動機としてはやっぱり小説のこと、サークルのことが一番の動機なのかなと思ってて、うん、確か4話ぐらいだったと思うんですけど、川村は小説のことで凌介に日野が泣かされたって凌介に話してたんですよ、うん、でも日野に関しては小説のことで凌介に川村が泣かされたって、うん、二宮とか立花に話してるんですよ、うんうん、っていうことは日野は自分が泣かされたのに二宮と立花には川村が泣かされたエピソードとして喋ってるのかなと思ってて、うんうん、だそのぐらい昔泣かされたことを根に持ってるっていう可能性があるのかなと思って、うん、まあ、やっぱそういう小説関係のヘイトで今この失踪事件を起こしてるのかなとか、まあ、あとは真帆のことが好きっていうのが一番あるのかなと思ってて、うん、真帆大好きですもんね。そうなんです、大好きですね。そうで、それで言うと日野に関しては指輪をしてたじゃないですか、はい、13年前ぐらいに相良夫婦が結婚した時に、はい、その報告をした時にももうすでに結婚指輪つけてたんですよ、あの居酒屋のシーンですね。そうですそうです。その時につけてるのにもかかわらずすごい嫉妬してたんです。確かに、うん、2人になんで結婚したんだよみたいな、すごく嫉妬してたから、それを考えると本当は日野って真帆のことが好きで、例えば日野は真帆と結婚してると思い込んでるから指輪してるんじゃないかとか怖っ、そのぐらい怖い可能性もね、あるのかなっていう。怖
誰も触れないんだよね、結婚指輪に関して。私好きでしたけどね、教祖と夫婦じゃないかって。あー、そうなんですよ、それもね、好きでした。ちょっと線も薄くなってきたなって感じしますよね。そうですね、教祖はもうあれだけっていう感じですよね。そうなんですよね、じゃあまあ、日の 70%、うん、62%。 あれ少ないな、少ないな。いやいや、70%ぐらいはやっぱりあるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、六角さんの結論としては、はい、今のところは真犯人は日野ということで大丈夫です。皆さん、日野ですってすみません、ちょっとね、説明が長くてね、え、全然ちょっとバッと説明したいんですけど、全然でも私まだちょっと聞きたい、あ、全然細々あるんですよ。はい、うん、林は結局何のために死んだんですか。ああ、これもね、難しいとこ言うな。ガチだからやっぱり。まあ、林殺しに関して言うと、はい、ずっと僕たちは本筋の事件に関わってないのかなと思って考察してたんですけども、はい、やっぱり相良家から林殺しのナイフが出てきたっていう件があったので、そうなってくると真犯人が裏にはいるっていう考察ができると思う。なるほど。そうなると強羅が馬場にやらして、その馬場がやったナイフを真犯人に渡すなりして、うん、凌介の家に仕込まして、うん、凌介のせいにしようとしてる、うん、やっぱりその行動の一つで林は殺されてしまったんじゃないかなっていうのはあるかもしれない、うんうん、なるほど。林殺しの首謀者は意外と轟であって、うん、そうそうそう、ここでお願いをして、うん、で強羅が利用したっていう感じかな。そうだね、意外と真犯人は絡んでるようで絡んでないですよね。そうそうそうね、なるほど。その強羅がただナイフを真犯人に渡しただけ、うん、っていう可能性が高いかなとは思うんですよね。なるほど、つな、うん、がりはゼロではないですけど、はい、まあ、そんなに深い関わりではない。割と轟建材と住江ホームのなんかゴダゴダみたいなのも結構あるんじゃないかなっていう、うん、あると思いますね。そう、まあ、20はありますからね。そうなんです、そういったのも入れていかないとですよね。あと、次になるのは、はい、窓にボールが蹴り込まれたじゃないですか。あれはコーチですか。あれもね、山田コーチじゃないとできないですよね。そうですよね、やっぱサッカー経験者ってドラマ内でもなってるし、はい、そうなると山田もしくは林っていうのが一番怪しいかなと思って考察してたんですけど、やっぱり真犯人の脅されて林がやったんじゃないかっていう説も、目撃者の身長の話も含めてあるのかなと思ってるんですけど、篤人と誘拐当日に会ってる時にボールを菱田が所持してしまって、山田にこれ蹴り込んどいてって頼んで山田にやらせた可能性とかももちろんあるのかなと思ってますね。あと疑問点なのが、菱田って相良家の鍵持ってるから、わざわざあんなことする必要なくないっていうのはありますね。だからやっぱ林が浮上してくるから。山田だよ。ここで割れてます ね。これも全然あるあるなんです。そうですよね。でもサッカーボールに検出されてたのってグラウンドの基地しかないわけだから、はい、主にこいつはグラウンドにいるわけでしょ。普通に返すと、まあ、なんで持ってるんですかってなるから。うん、山田ですよ、まあ、ただただ嫌がらせをしたかったのか、はあ、まあ、そんな心情があるのかどうかっていうところですよね。うん、そうですね。頭パンクしてきますよ。パンクしてきます。いや、ちょっとやっぱ回収されてないものが多すぎて。いや、そうなんですよ、正直ちょっとまだまだ分かんないですけど。いや、分かんないですね。でもまああと3話しかないので、うん、忙しいですね、これから。じゃあまだ生配信して。そうですね、直後考察はもう寝ずに編集されてるんです。いや、もう寝ずに名抜強で編集してます。名抜強です。もうだから起きてる時間めちゃめちゃじゃないですか。まあ、主に彼が全部大事ですけど。あ、編集。そうそうそう、はい。でも今日かりんちゃんが見てると分かったので、はい、もう余裕っす。頑張れるな、ほんと頑張れるな。みんな楽しみにしてますよ。あ、すいません。だってみんな頭の整理できないんですもん。まあね、そのぐらい難しく面白くあるって言うんですよね。はい、いろんなものがこう複雑に絡み合ってるので、はい、すごくありがたいな。そうです。ろくろくびさんのチャンネルでも、あれは何をしたんですか。もうかりんちゃんのすべてを聞きました。なるほどね、かりんのすべて。そう、やはりかりんちゃんの真犯人要素ももちろん、はい、いろんなプライベートのことも聞きましたので、はい、聞かれましたので、ぜひそちらも見ていただければと思います、はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いします。バイバーイ。バイバイ。